皆さん、こんにちは。この動画では舘ひろしさんのプロフィールや経歴、1986年に亡くなった岡田由紀子さんとの関係などについて紹介したいと思います。舘ひろしさんは愛知県名古屋市出身の俳優で、1950年3月31日生まれの現在73歳です。開業医だった父親の次男一女の長男として育ち、弟は医師となり舘ハートクリニックを開業しています。二浪を経て千葉工業大学に在学中、ピーター・フォンダ主演の映画を見てバイクに憧れ、やがて革ジャンにサングラスで大型バイクにまたがり、東京原宿でオートバイチームクール S を結成し、それが芸能関係者の目に留まりました。その後、岩城浩一さんと共に原宿表参道を拠点にした硬派バイクチームクールスを総括し、矢沢永吉がリーダーだったロックバンドキャロルの親衛隊として注目され、キャロルの解散コンサートでは DVD にも登場しています。バイクチームクールスの選抜メンバーで結成されたロックバンドクールスのボーカルとして紫のハイウェイでデビューしています。また当時の東映社長の岡田茂氏に誘われ、東映にも席を置いて俳優としてのキャリアもスタートさせました。1981年第109話西武最前線の攻防前編から鳩村英二役で登場していますが、1983年に自ら志願して石原プロモーションに入社し、西武警察パート3の最終回まで出演していました。西武警察シリーズ終了後はバイクで走るキャラクターは減ったものの、危ないデカシリーズではクライマックスシーンでハーレーなどの大型バイクに乗ってショットガンを構える姿が18番となり、相棒役の柴田恭兵さんと共に還暦以降も激しいアクションを披露しています。2018年には映画終わった人で黒木ひとみさんとの夫婦役を演じています。黒木ひとみさんの役柄は浮気に寛容な妻ですが、そんな黒木ひとみさんの役柄について聞かれた舘ひろしさんは、男にとってファンタジー寛容な女性はいいですねと発言し、ファンタジーという言葉に世間からは批判の声が上がっていました。ネットではどんなに取り繕っても浮気は浮気では、家庭崩壊とか事件につながる浮気をファンタジーで片付けないでほしいなどと厳しい意見がありました。そうした意見に舘ひろしさんはどう思ったのでしょうか。舘ひろしさんはクールなイメージとは違い甘いものが大好物だと言い、ロケでコンビニに立ち寄った時お菓子を手に取りお金を払う前に食べていたこともあるそうです。また俳優の柴田恭兵さんによると、舘ひろしさんは台本を読まずに撮影をすることが多く、そのせいかすぐに犯人を拳銃で撃ってしまうと話していました。クールなイメージですが意外とそそっかしいようですね。それから舘ひろしさんにはカツラ疑惑まであるのですが、確かに73歳という年齢にしては髪がふさふさなことからそのように噂されたようですが、実際はカツラではないようです。そんな舘ひろしさんですが、一方では黒い噂もあります。1986年にビルから飛び降り自ら命を絶った岡田由紀子さんとの関係が浮き彫りになっています。当時は自殺の原因が峯岸徹さんへの恋を悲観したためだというのが定説になっていましたが、今になって岡田由紀子さんの妊娠説とその相手が舘ひろしさんではないかと言われています。アイドルの岡田由紀子さんがビルから飛び降りて命を絶ったのが1986年4月8日のことで、アイドルとして絶頂期の岡田由紀子の自殺に世間では衝撃が走りました。サンミュージックでは当時人気があった石原軍団に枕営業していたという噂もあり、事実神田正輝さんと松田聖子さんは結婚しています。そして松田聖子さんの妊娠と岡田由紀子さんの自殺は同じ時期だったことが分かります。もし当時本当に岡田由紀子さんが妊娠していたとすれば、松田聖子さんの妊娠と何か関連があるのかもしれません。一方では岡田由紀子さんの自殺は事務所のお偉いさんの A と岡田由紀子さんができていて、彼女が最初自宅マンションで自殺未遂した際 A が事務所に連れて帰り、
A が岡田由紀子を追い詰め、彼女はもうどうにもならないと飛び降りてしまったという説です。また A はその頃所属していた岡田由紀子さんの後輩でもある酒井紀子さんに入れ上げ、岡田由紀子さんが邪魔な存在になっていて自殺に見せかけて始末したのではないかという説まで出ています。また当時岡田由紀子さんのマネージャーをしていた B さんは後に酒井紀子さんのマネージャーになっていますが、その時の事件の全てを知っていたといいます。その頃誰かが引退しないとデビューさせないと言われていたサンミュージックでは、デビュー前だった酒井紀子さんをデビューさせるため仕組まれたことではないかと噂されています。ある投稿者によると、以前 TBS の朝のワイドショー番組のアシスタントをしていた姉が番組のスタッフから聞いた話によると、当時松田聖子さんと神田正輝夫妻に舘ひろしさんを紹介されたことがきっかけで付き合うようになり、岡田由紀子さんは舘ひろしさんの子供を妊娠してしまい、そのことに悩んで自殺したというのが事実だといいます。しかし石原プロとサンミュージックの圧力でマスコミは全て知っていて報道できなかったというのが真相だということです。またサンミュージックのことをよく知る人からの投稿には以下のことが書かれています。松田聖子さんは石原軍団の複数人と親密な関係にあり、特に大物 W とは親密だった。岡田由紀子さんは石原軍団の看板男優の T の子供を身ごもっていたのは事実。当時 T は複数の女性と付き合っていて、その中に岡田由紀子さんもいた。岡田由紀子さんは T に対し切実な思いと子供を産むことを伝えた。それを聞いた T は、あんなやついなくなればいいのにとある会合で口にしていた。岡田由紀子さんの自殺はこの一言から始まった。この真相を隠すため見返りを条件に峯岸徹さんが身代わりとなった。松田聖子さんは実は W のお下がりとして神田正輝さんに押し付けられたということですが、これはあくまでもそれが真相ではないかというだけで断定できるものではありません。しかしいつの間にか真相が置き換えられている可能性はありますね。というのがファンの間では岡田由紀子さんが舘ひろしさんの子供を妊娠していてもおかしくないと言われていたようです。そして岡田由紀子さんが石原軍団のメンバーとかなり深い関係にあり、サンミュージックの先輩でもある松田聖子さんの次に手をつけられるのではないかと言われていたそうです。問題は岡田由紀子さんが本当に妊娠していたのかなのですが、それは今となっては闇の中ですが、それなりに説得力がありそうですね。岡田由紀子さんは実際石原軍団への枕営業があったと言われ、舘ひろしさんだけでなく他のメンバーに何度も妊娠させられ中絶しているとも言われています。石原プロモーションは2021年4月30日株式総会において解散を決議し、舘ひろしさんは自身で舘プロを設立していますが、こうした噂は本当なのか、それとも事実無根なのか、永遠の謎になりそうですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくださると嬉しいです。チャンネル登録高評価の方もぜひお願いいたします。それではまた。